支配するものと支配されるもの。大体の場合、私たち庶民が不利益を被ります。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。今日はメディアの報道することが正しいとは限らないというお話をします。裏を読み取るということでもあります。多くの人が当たり前だと思ってしまっていることってありますよね。例えば、カレンダーの月の日数が30日だったり、31日だったり、はたまた28日だったりするって、どう考えてもおかしいのに、誰もおかしいと言わない。そんなおかしいことをおかしいと感じることが大事だというお話でもあります。そういう意味でカレンダーのおかしさを修正したのがカタカムナ数打歴。10月末に僕が出版する本では5年間のカタカムナ数打歴とその日にすべきこと、運気上昇ポイントについて書いています。ぜひ概要欄をチェックして、よければ予約をしてみてください。メディアが進めてくるものの背景についてお話しします。あなたはメディアや政府が進めてくることに対して疑問に思ったことってありませんでしょうか？例えば SDGs、これもよく取り上げられるトピックスですよね。この SDGs というのが世界の正しいになってしまっているようにも感じます。その背景、裏側には何かあるんでしょうか？今日は SDGs の表と裏をお話したいと思います。今日の動画は今後公開できなくなる可能性もありますので、高評価を押して保存しておくことをお勧めします。またこの動画を見てあなたが日々感じている怪しいと思うこと、おかしいと思う施策やシステムについて心当たりがあればコメントで教えていただけたら嬉しいなと思います。 SDGs のように国やメディアが推奨するものは必ずその推奨者にとっての利益、メリットがあるものです。 SDGs も表向きとしては持続可能な開発目標としていいことに聞こえますが、その言っていることの矛盾やおかしさ、真の目的というものに気づく必要もあると思います。私たちは何も考えずに聞こえてくる言葉の耳障りによってそれをいいものと感じてしまう、そういうことが多いんですが、そのように裏側を考えずにそのまま丸のまま信じてしまうと知らぬ間に支配され、結局庶民が不利益を被るということになりかねません。あなたも普段ニュースや広告でこれが正しい、これをやるべきだといった情報法に触れることがあると思います。でもその全てが本当にいいことなのか、いいものなのか、時に立ち止まったり冷静に落ち着いてその裏側を探る、考えてみることが必要です。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは SDGs やメディアが推奨してくるものの裏側には隠された真実があると気づきます。そこに気づくことによって今後どのように情報を受け取り、その中から取捨選択すべきかを考えることができるようになります。考えることによってあなたの未来は自分でコントロールすることができるようになるんです。あなたの未来をあなたが自由にコントロールするために大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。密かに噂されていること、SDGs について考えてみたいと思います。数年前から突如として注目を集めている SDGs。もともと2000年に当時のアナン事務総長が提唱したミレニアムディベロップメントゴールズというのが先にあり、8つの目標を掲げていました。2000年から15年間の目標で、2015年に一旦 MDGs が終わり、そこからサステナブルディベロップメントゴールズという SDGs に変わりました。あなたは MDGs の時代からご存知でしたでしょうか？ MDGs は8つの目標に対して半減させるというような数値目標が入っていました。ところが今の SDGs は感覚的な指標に変わっています。細かく見ていくと数値的なものもあるんですが、ほとんどの人はそれを知りません。多くの人が認識しているのは安全な水とトイレを世界中にとか、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにとか、気候変動に具体的な対策をとか、海の豊かさを守ろう、陸の豊かさも守ろうというような形のなんか概念論になっています。サステナブルというのは持続可能なと訳されていますが、持続可能な開発目標というのが開発の方にかかっているのか、目標の方にかかっているのかによってこの意味はだいぶ違います。開発すること、改善していくことが持続可能なのか、それとも目標が持続可能なのか、不明確な感じになっています。
貧困をなくそうという開発を続けられる、それを目標とするのか、すべての人に健康と福祉を、その実現されたものが持続可能なのか、どっちなんでしょうか。多分そこまでほとんどの人が持続可能な開発目標と聞いても考えていません。開発が持続可能なんであれば、追い続けることで達成することを念頭に置いてないと思われます。でもそのような状態が持続することを目指すのであれば、開発という言葉はいらないです。持続可能な目標というだけでいいはずです。ここに作った側の意図があると思うんですが、そこまで深く考えなくてもいいんでしょうか。いいことなんだからそれでいいじゃんでいいのか、それを考えてほしいなと思います。ささやかれる SDGs の噂や問題点、17の開発目標の中には、あちらを立てればこちらが立たずというような関係にある目標のバッティングが見られます。例えば7番、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにと言っていますが、これは化石燃料をやめてクリーンな地球に負荷のかからないエネルギーを世界中で使いましょうという目標になっていますが、化石燃料を使わないことによってクリーンエネルギーの価格は暴騰します。すると1番の貧困をなくそうとか、2番の飢餓をゼロにという目標の対象になっている貧困や飢餓に苦しむ人の多い国では、クリーンエネルギーどころではありませんよね。するとエネルギーをみんなにということは初めから成り立ちません。要するに耳障りのいいことだけを言ってみただけ、最終的に化石燃料を使わないようになればいいというところに落ち着く感じがします。今世界で常識となっているのは、世界の産業が活発になれば二酸化炭素が増え温暖化していくという前提の下で、無限の経済成長を追い求める資本主義に急ブレーキをかけない限り、気候変動は止まらないという洗脳とも言えます。そのために SDGs を掲げて、地球温暖化防止イコール脱炭素、これを目指す空気を作ってるんです。そしてそれは今の産油国、化石燃料で富を作っている国の力を削ごうということが狙いと考えられます。市民レベル一人一人ではなかなか解決できないような問題を解決しようと掲げて、旗頭としては誰も文句のつけようのないものになります。そしてそのことにより脱炭素ビジネスが推進され、それがいいことだ、素晴らしいことだという洗脳になっているんです。そしてそのことで産油国は痛手を受けます。そしてその反対に、それによって新たなビジネスが生まれ、利権が発生しています。これは誰も置き去りにしないという SDGs の考えの根幹を揺るがすものじゃないでしょうか。結局 SDGs などどこからともなく現れたコンセプトは、世界中の支配者層たちがさらに儲けるために仕掛けた仕組みなのではというふうに考えてみたらどうでしょうか。でもそう考えると、結局割を食うのは庶民たちです。でも間違いなく言えるのは、このように世界的な流れ、地球温暖化は悪、二酸化炭素出してはダメ、化石燃料使うのは地球に対してひどいというような共通概念がアカシックレコードに上がってしまうと、それは当たり前となり、その中で必ず利益を得るものと不利益を被る人に分かれるんです。まさに二極化を生むんです。そしてその二極化は、支配するものと支配されるもの、大体の場合私たち庶民が不利益を被ります。 SDGs が悪いと言ってるんではありません。言ってることは間違ってないし、いいことを言っていると思います。一つ一つの掲げているものはいいと思うんですけれども、17個集まった時に本当にできるのかどうか、現実的なのかどうかということを分析していくと、詳細はここではお話しできませんけれども、かなり理論破綻しています。それを突っ込む人はいません。そしてエシカル就職という言葉があって、 SDGs を掲げる企業にしか就職しないみたいな SDGs 信奉者の学生が出てくるんです。それは怖いことだなと感じます。言えばいいのか、バッジをつければいいのかというツッコミをしたくもなります。ですがそのような大きな流れ、あるものを正しいとして、あるものは間違ってるとするような、この二極化の流れはこれからさらに強まっていきます。そのような世の中の中で、私たちができることすべきなのは、まず自分の視野の届く範囲で情報を取捨選択し、自分の行動に反映させること、それしかないと言えます。今日お伝えしたいこと。
SDGs のように一つ一つは正しいとしても、いいことを言ってるとしても、それが全体的にまとまってみんなでやろう、誰一人置き去りにしないとか言いながら、置き去りになるものを作る、格差を作る、二極化に分かれていく、そのような流れのあるものがたくさんあります。ですから、まず SDGs の一つ一つを見て確かにいいと思ったとしても、全体を見る、それってどこまで本気でやることなのと考える必要があると僕は思っています。 SDGs を掲げてみんながそれを支持したとしても、それに反したら何かがあるというわけでもなく、国連の中で決めただけの話ですから、それに賛同するのは勝手ですけれども、それが具体的な行動になっているのかどうか、自分の中で神様からお預かりしたこの命をどのように使うのか、どういう思考により、どういう行動をとってこの命を使っていく、そのために SDGs をどう活用するのか、それが大事なんです。 SDGs に賛同します、いいこと言ってます、バッチつけますということではなくて、じゃあ17の目標の中の何に本気に取り組むのか、それはあなたの天命とどうつながっているのかということになってくるんです。できない夢物語であったり、かっこいいこと、正しそうなことを言ってやらないよりも、まずは自分とその周りの人が満たされる、幸せになれる、その行動の向こうにより多くの人の幸せがあるんじゃないでしょうか。そう考えると、結局自分が見ている世界、自分が作っている世界の中でやるべきことは、天命地命我命というやらなければいけないこと、ここに向けて自分の命と同じ時間を使うこと、そしてそれが SDGs につながるんであれば、私はこれをやりますということだけでいいと思うんです。天命地命我命というのは、天命は神様から一人一人人間が生み出される時に与えられた神様からの命令、それを天命と言います。そして地命というのは、その地に対して神様から降りている命令、日本で言えば三大神勅、世界を愛でまとめて地球を次元上昇させなさい、鏡を祭り、空を祭り、星を祭って世界を次元上昇させなさい、米を育て、お米を祭り、お米を食べて世界を繁栄させ、地球を次元上昇させなさい、という、地球を次元上昇させることが日本人の地名、そして自分の天命にも向かいながら日本の地名にも貢献できるような、私が達成したい志、具体的に誰かのお役に立つような志が我命、この天命地名我命が自分軸の究極の理想になります。SDGs のバッジをつけて終わっては意味がありません。自分の限られた命とも言える時間を使って、何を考え、何をするのか、何ができるのか、それを考えた上で、自分ができること、目の前にあることを、小さなことでもいいので一歩から進んでいく、そのことによってしか未来を変えることはできないと僕は思っています。 SDGs がいいことを言ってる、だからそれに賛同してますというのは簡単です。その SDGs に向かって、自分は天命地命我命に向かっていて、それが SDGs のこの部分に貢献できますという宣言をするんならいいんじゃないかなと思います。ただ利権を守ったり推し進めたりするための SDGs であった場合は、それに乗るということはその一部を肥やすだけなんだという視点を持ってほしいなということでお話ししました。今日お伝えしたのは僕の試験ですので、あなたがそれをしなければいけない、 SDGs についてこう思わなければいけないということではありませんので、一つの見方として、そういう見方もあるなと思った上で、あなたの天命地名画名と SDGs をくっつけてください。17個全部とくっつくということはほぼないと思います。なぜならば17個の中に矛盾が多いからです。では今日の話をまとめましょう。今日は世の中のおかしなことということをテーマに、 SDGs を題材としてお話ししました。この世の中にはおかしいと思うことがたくさんあって、でもそれに慣れてしまい、おかしいとも思わないというようなことが多いです。でもそれがおかしいのかもしれないと思った時に、初めて真実に触れる可能性が出てくるんです。 SDGs という綺麗な言葉の裏の意味、それを考えてみた時に、いろいろな仮説が立てられました。それはこうだという断言ではありませんが、そうかもしれないと思った時に、盲目的な SDGs 信仰から少し解放されるんじゃないかと思うんです。 SDGs はその前の MDGs の時代から世界をより良くするということで国連が提唱し伝えてきましたが、 MDGs
ーズの時にはなかった脱炭素とかクリーンエネルギー、そのような概念が入ってきました。SDGs という誰一人置き去りにしないというような概念を伝えながらも、脱炭素が善とする以上、化石燃料を排出している産油国は悪ということになってしまいます。化石燃料を使わないビジネスというものが利益を得て、化石燃料を使うビジネスが悪とされてしまう、このような流れがあって、それは本当にそれで正しいのか、それでいいのかということを問いかけてみたかったんです。 SDGs の17の開発目標には一つ一つは確かにいいことかもしれませんが、本当にできるのかどうかというと、あちらを立てればこちらが立たずというようなトレードオフの関係になるような目標もあるし、結局のところ地球温暖化対策、二酸化炭素は悪というところに集約しているように感じられます。ですから私たち市民レベルとしては、一人一人が取り掛かったとしても、その解決は難しいことを、大きな枠組みで全世界として一丸となって対策していくことは非常にいいことです。ですから SDGs が悪いのではなく、 SDGs が本当にどのように理解され、どのように使われているのか、活用されているのか、それが大事だとお伝えしました。あなたが神様からご期待され、優先的にやらなければいけないことは、天命地命画面に進むことです。そしてその天命地命画面に進むことによって、SDGs の17項目のうちどれかにでも貢献できるのであれば、それは素晴らしいことじゃないかなと思うんです。でも17項を全部やるということは、そもそもトレードオフの関係にあるものもあるので、実現が難しいし、一人一人が全部を目指すことなんかできません。だとすると、 SDGs のバッジを掲げて SDGs を支持しますと言って何が変わるんでしょうか。誰かが一生懸命その改善に時間と意欲とお金を使うから変わるんじゃないでしょうか。そうでもないのに、ただ SDGs っていいよね、それを支持するバッジつけてるってかっこいいよね、ということではないんじゃないかな、ということでお話をしました。一つ一つは正しいかもしれませんが、全体を見て大きな枠組みの中の自分の立ち位置、その自分がやるべきことに小さなことでも取り組んでいくことによって、それが少しずつでも人の役に立っていき、大きな成果につながっていくと思います。ですから自分が見ている世界の中で自分がやるべきことをまずやりましょう。そしてそのことが SDGs につながるのであれば、それはそれでいいよね、ということだと思うんです。大きな未来の変化というものが実現可能だとしても、それは今の小さな一歩からしかそこにはいけないんです。そしてその進む方向が大事なんです。まず自分が天命地命画面を明確にして、そこに向かって進む、その時に SDGs がどう活用されるから、私は SDGs をこのように活用していますというふうにみんなが言えたらいいんじゃないかなと思うんです。でも本当に化石燃料が悪いのか、化石燃料なしで本当に成り立つのか、そのことも数値化して理解している人はほとんどいないんじゃないでしょうか。だとすると、まずは自分の世界をより良くしていくこと、改善していくことに取り組んでいくしかないんだなと思うんです。今日は僕の試験をお話ししましたが、お伝えしたかったのは SDGs がいい悪いということでもない、でもそれを盲目的に信じてしまう、それがいいと思い込んでしまう、そしてそれに向けていいと思うんであれば何をするんですか、どう貢献するんですか、というところまで落として考えなければ、ただいいことを言って終わりということになってしまうな、ということをお伝えしたかったんです。ぜひあなたなりの思考を築くための一つの仮説だと思って聞いていただけたらなと思います。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントシェアをお願いします。今予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には素敵なプレゼント5つと、天命地名画名の決め方についての重要な情報や、丹田活瞑想という悟りを開く瞑想法についての情報などを配信していきますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。
昨日は母に野菜たっぷり、キノコたっぷりで焼きそばを作りました。焼きそばの作り方としてあまりやらないかもしれないんですが、最初に焼きそばを炒めて、ちょっとパリッとさせてから皿に移して、そこから野菜とキノコをたっぷり炒めて、最後に焼きそばを戻して完成というような流れでやると結構いい感じです。最初の麺の時に醤油か麺つゆでちょっと味をつけておくと、これも結構美味しくなります。また最初に焼いてカリッとさせることでちょっとパリパリ感が美味しく感じます。この焼きそばだとご飯と合います。みそぎの玄米、龍神の力を宿すユーニアの実りと一緒に食べると美味しいです。ぜひあなたも試してみてください。入れる野菜は自由ですし、ソースは僕はウスターソースととんかつソースを両方使います。がっつりしたレシピはまた機会があればお伝えしたいなと思います。ユーニアの実りについては概要欄にリンクがありますので、そこにはインスタなどの口コミなんかも載ってますので、ぜひチェックしてみてください。また10月に出版する本の予約も多くいただいててありがとうございます。開運年表、5年分の毎日毎日やるべき一つのことが書かれているカタカムナカズータ力の載っている唯一の本になります。ぜひ概要欄にリンクがありますので予約いただけたらなと思います。ということで、ではまた。